なあ。うん？寝てたのか？このように本基地は学校としての体裁が整っています。詳細は後ほどあなたたちの担当教官から説明があるので確認しておくように。偉い人の挨拶ってやたら長いよな。退屈だから話しねか。出ないと寝ちゃいそうだぜ。いいけど何を？ここってなんかすごい才能を持った人たちが集められてんだろ。あんたは何がすごいのか興味あるな。何がすごいかって？何もすごくないよ。私は普通のどこにでもいる人間さ。ただただ音楽にかける情熱だけは誰にも負けない、それだけさ。おー、じゃああれだ、絶対音感を持ってるとか、人には聞こえない周波数まで感知できるとか、そういうやつだ。そんなすごい能力はないよ。音楽を愛してる、それだけさ。それだけでここに来れないと思うけどな。ギターを弾いて歌うことだけは得意だったな。バンドでギターとボーカルやってたんだ。案外学祭のノリで来れるんだな。あんたは？あたしかい？あたしは泉ってんだ。こう見えて腕利きのハッカーさ。オーキッドというハッカー集団の名は聞いたことあるかな？オーキッド！あんたオーキッド好きなのかい？あの伝説の劇場バンド、ギャリアグリーボドドドドって叫び散らして魂を震わせる！違うよ。なんだよそのテンションの変わり方。それに、ギャイアグレイボドドドドーって叫び散らすバンドだって嫌だよ。いやいや、なんでさ、イライラが溜まってさ、もうどうにも自分をコントロールできないってなった時、お前どうすんだよ。どうするって、そりゃちょっとは他人に当たるかもな。普通ギャイアグレイボドドドドドーって叫ぶだろ。叫ばねえよ。叫んでもその言葉だけは選ばねえよ。でも黙ってるってこともないだろう。そりゃクソーぐらいは言うかもしれないけどさ、それほとんどギャイアグレイ、いやいやクソーとギャイアグレイボドドドドーには天と地とまでは言わないけど相当な差があるよ。なんだろう、そこを優先席なんで譲ってあげましょうよと、おめえいくつなんだよそこどけやぐらいの差がさ。え、あんま変わんないじゃん。すっげー違うよ、おめえいくつなんだよそこどけやより上あるか。あるよ。一生座るな、死ぬまで立ってろ、死んでも立ってろ、仮装して埋葬されると思うな、土葬で縦に刺す。あったー、死んでも立て、寝たい、死んだら横になりたいだろ。うん。って納得するか。ハッカー集団の説明1ミリたりとも進んでない。オーキッドの話させろよ。オーキッド、あんたオーキッド好きなのかい？あの伝説の劇場バンド、ギャギャグリーボドドドドーって叫び散らして魂を震わせる。コピペしたみたいに最初のセリフに戻るな、怖いわ。何回話しかけてもそれ以上は同じことしか言わない NPC か。もうちょい作り込みましょうってデバッカーに提案されるわ。そこ
ギャーギャーうるさいぞ。なんだよ、素人にはギャーギャー騒いでるように聞こえるのかよ。聞こえるよ。それ以外に何に聞こえるんだよ。ギャイアグレイボドドドドーンは魂の叫びだよ、このクソが。いやいや、今時の若者のように唐突にキレるな。初日から悪い意味で目立ちすぎだから。ごめん、ちょっと興奮しちゃったみたい。もう大丈夫。お前そんなキャラだったのか。クールキャラだと勘違いしてたよ。人を見た目で判断するもんじゃないな。サンクス。全く褒めてないからな。やべえ、初日からとんでもないやつに話しかけちまったよ。ん？何の音だ？全員防衛体制に移行してください。防衛体制？なんだ、戦争でも始まるってのか？おいおい、戦争なんて経験したことないぞ。おい、マイペースだな。司令官、防衛体制って言ってたけど、とにかく急いで外に出た方がいいみたいだぜ。急だな、どうした？出撃だね。七瀬、状況は？キャンサーの軍隊が先ほど第二次防衛ラインを突破。30分後にはこの基地へ到着すると予想。敵の総数はさほど多くありません。哨戒部隊だけで対応は十分可能です。そう、いい機会だからあなたたちに後方支援をしてもらおうかしら。急いで出撃準備を整えて。あたしら、嘘だろ。ん？あの人誰？それすら聞いてなかったのかよ。セラフ部隊を統括する手塚司令官だよ。時間もないからすぐにブリーフィングを行うわ。よく聞いておくように。出撃って？そのままの意味よ。これから出撃して敵を足止めしてもらうわ。な、無茶な。安心なさい、私も近くで指示とサポートをするわ。万が一の時はすぐ助けられる位置で。では出撃。あなたたちで最後みたいね。急ぎなさい。この先に集合地点の橋があるわ。ついてきて。一体何が起こってるんだ。展開が急すぎるぜ。とりあえずついていくしかないみたいだな。おい、そっちじゃないだろ。変なところで反骨精神見せるなよ。あ、急がないと。あー、かったる。何事やねん。ついに来たよね、この時。キャンサーの軍隊は現在第三次防衛ラインまで近づいています。準備はいいですね。行ける。急に動員されたってのにもうやる気かよ。すげえなお前。ではご案内します。随分と寂れた場所まで来たな。
安心しなさい。ここは激戦区ではないわ。あなたたちの役割はあくまで後方支援。集中して戦えば命を落とすことはないわ。そんなの何の気休めにも。って、あれはもしかして。注意して進みなさい。なあ、向こうにいるのって。あれがあなたたちの敵、キャンサーよ。データでしか見たことなかったけど、目の当たりにするとでけえな。あんなのに対して何で戦えっていうのさ。こちらへ来なさい。立ち向かう術を教えるわ。あなたたちはセラフと呼ばれる武器を扱えるように、すでにこちらで手配済みなの。あとは電子軍人手帳を天にかざし、セラフィムコードを口にすればいいだけ。それぞれのセラフがあなたたちの元に舞い降りるわ。いきなり中二病ワードがポンポン飛び出してきたな。セラフィムコードはそれぞれの電子軍人手帳に記載されているから、取り出して確認しなさい。まずはこうかざして。私のセラフィムコードはこれか。ハローワールド。なんだ、ブラックホールか。そっからなんか降りてくるぞ。武器のような形をしているな。すごい冷静だな。すげえだよ。その通りだけどさ。それがあなたたちの武器、最終決戦兵器、セラフ。私のセラフィムコードはこれ。私の伝説はこれから始まる。出てきた。なんだよ、そのクソダサいセラフィムコード。あなたたちなら意のままに操れるはずよ。行動開始。キャンサーは強固な外殻に覆われているわ。外殻を破壊してからでないと本体に効果的なダメージを与えることはできないの。まずはその破壊を目指しなさい。ほらよ。セラフの力はスキルによって最大限に引き出されるの。あなたたちになら扱えるはず。命を落とさないように集中して戦いなさい。私に任せな。その調子だ。外殻は一度破壊してもわずかな時間で回復してしまうわ。外殻を破壊したら一気に畳みかけなさい。
当たれ。くらえ。筋はいいわね。ただ敵は一体とは限らないわ。あなただけじゃなく仲間と協力して戦いなさい。みんな冷静にな。手応えがある。ルカちゃん、あ。みんなは無事？総員無事です。それは何よりだわ。なんだかロックなことになってたな。ロックどころじゃねえ！いきなりの実践で命がけだったわ！キャンキャンうるせえやつだな。普段もっとうるせえ音楽聴いてんだろ！変なところで冷静だな。感心するな！はぁ、突然でびっくりしちゃった。お前、一番活躍してたやつじゃないか？すげえノリノリで戦ってたような気がしたんだが。でもこうしてみると、かわいい。お二人ほどでは。謙遜しちゃって。まあ性格もおしとやかだな。いや、こうしてみると印象が違いすぎる。なんだこの違和感は。朝倉カレン、 FPS 系のゲームが得意なだけな普通の元女子高生。それが実戦でも役立ったってか？だと思う。ね、今のが敵ってわけ？ああ、NASA が世界中で確認した
14の飛来物から湧き出てきた地球外生命体だ。私たちオーキッドが掴んでいた情報によるとな。へえ、そっちのオーキッドもすげえんだな。そっちはうるさいだけだろ。そんな情報通だと消されるわよ。あんたは？名前？言うわけないじゃない。だって諜報員なんだもの。東条だよな。なぜそれを？さっき東条と呼ばれて返事してたから。やるわね。いや、すごいイージーミスだから。諜報員だったらこの状況のことちょっとは知ってるんじゃないか。本当の声を聞かせておくれよ。敵は宇宙という体内に発生したがん細胞、そこからキャンサーと呼ばれているわ。それもカニ好きがいい。残念、食べられないわ。なんでそれもをつけたんだよ。会話上食う流れにはなってなかったろ。私の中ではなってたんだよ。お前の中だけでなるなよ。頭おかしいやつみたいになるぞ。続けていい？ああ。キャンサーにはこれまで人類が生み出してきた兵器による攻撃が一切通じなかった。その結果人類は敗退を繰り返し、地球上の陸地の大半が彼らに支配された。日本も例外じゃない。九州と北海道が壊滅し、この国も敵の手に落ちようとしていた。けどその寸前に人類は新たな兵器を開発した。それがセラフ。セラフを使うことでなんとかキャンサーを水際で食い止めることに成功。ここから人類の反逆が始まろうとしているの。その象徴となるものが基地に設置された人類残像メーター。これは日本に今生き残っている人々の数を集計したもので、時計塔に表示されている。もともと1億2000万あったはずの数値も今では800万ほど。この数値がゼロを示した時が人類の完全な敗北を意味する。けど裏を返せばこの数値が増えることは人類の復興と同義。キャンサーを全て排除し、この数値を1億2000万まで戻すことが私たちの最終目標よ。さすが諜報員、詳しいな。さっき司令官が説明していたのを繰り返しただけよ。私もさっき初めて知ったわ。びっくりしたわ、たまげたわ、軽く度肝を抜かれたわ。有能そうで有能じゃない！どうしてその最新の兵器であるセラフを何の経験もない私たちが扱えたのかしら。とにかくもっと調べないことには謎だらけね。それだけは言えるわ。それしか言えないんだろう。新入隊員と見受けられるが。うわ、貴族のような人が現れた。前線で戦ってくれてた人だろう。後方支援してくれたのはお前たちか。はい。なんで丁寧なんだよ。私に言われても。お前が言ったんだろ。ほう、今期の新入隊員たちはやるみたいだな。行くぞ。うむ、やるじゃないか。見込みはあるな。何今の個性派集団、どちら様だったの？先輩方らしい。ここに長くいるとあんなになっちまうのか。威圧感がすごかったわね。でも先頭の人はなんだかかっこよかった。あなたたち整列しなさい。え？私ら？今日はよくやってくれたわ。でも明日からはちゃんと兵士としての訓練も行いますから、その自覚を持って行動するように。茅森さん、あなたを第31A 部隊の部隊長に任命します。全員入社したら私に報告して。了解であります。あれ、お前そんなきっちりしたキャラだったか？で、拙者は何をすればよいのでござるか。
なんで武士みたいになってんだよ。それに今全員入社したら報告しろって指示があったばかりだろ。だって柄じゃないんだもん。速攻で馬脚を表しやがったな。代わりにこいつじゃダメ。え、私？こんなまとまりのない連中を？たく、仕方がないわね。他にできそうな人もいないようだし、みんながそこまで言うなら。不敵に。ダメ出しされた！超かっこ悪い！そもそも拒否権はない。やりなさい、茅森部隊長。じゃあ役不足ながら部隊長を務めさせていただくとするよ。役不足の使い方、おそらく間違ってるからな。今から宿舎に行って自分の部屋と装備品を確認しておくように。それから電子軍人手帳は肌身離さず所持しておきなさい。女同士で愛し合っている時も？ええ、完全防水加工がされているので、どれだけ汗に濡れても大丈夫よ。すごい、突っ込まずに真顔で返した。あと基地内ではナービーと呼ばれる生き物に出くわすけど、温厚で特に危険はないわ。だからといって決して存在には扱わないように。ではご案内します。いい予感。宿舎へは基地をぐるっと回って向かいます。案内します。どんな宿舎なんだろう。ねえ、あれは何かしら。ん？ねえねえ、時計塔の下に見える00806530 って数字は何？人類残存メーターです。日本に今どれだけの人が生き残っているかを示しています。ああ、諜報員が言ってたのはこれか。正確には司令官だけどな。道場は復唱しただけだ。こうして数字にして突きつけられるとなんだか怖い。これを守って増やしていくのが私たちの役目ということね。では宿舎にご案内します。どうやって人数を数えてるのかな。カウンターをカチカチさせてるんじゃない。野鳥の会の人みたいに。んなわけあるかよ。あいつら同期みたいだな。戦ってた子たちだね。なんか視線を感じない。新人が気になるんだろう。後方支援ご苦労だったな。この奥はヘリポートだ。宿舎に行くならそっちだぞ。司令官に認められたらお前たちにも専用機があてがわれるだろう。楽しみにしているぞ。共に戦場を駆け抜ける日を。ではまたな。
しそう。そうか。優しい先輩もいるんだね。また今日が終わっちゃうね。明日も。うわ、こいつらか。さっき言ってた星のナービーってやつは。星のとは言ってなかったろ。言ってたらちょっとした問題だぞ。あ、すごい跳ねた。見た目以上に身軽なのね。あっちにもいるし、そこらかしこにうようよいるみたいだな。何のためか調べる必要があるよね。諜報員ならすでに知ってろよ。そういうのをこっちは期待するだろう。どこからやってきた生き物なのかな。それは私の予想ではこうだ。宇宙から？タクシーに乗って UFO に乗って。宇宙から UFO に乗って。確かにこんな不思議な生き物だものね。ありえそう。敵も宇宙から来てるんだから。そうかもな。的確な答えすぎてみんなからの評価が上がった。上がるか。誰でも思いつきそうな答えだったわ。めっちゃ考え抜いた答えだったのに。おかしな人。お前も多分相当だからな。宿舎は奥の坂を下ったところ。それぞれあてがわれた部屋で夕食まで待機してください。はいはいっと、行こうぜ。ああ、うん。ええって、ちょっと待て。なんで私たちはこの4人で行動してるんだ。はあ、急になんだよ。何か問題が。いつ仲良くなった。さっき。そりゃお前には私から話しかけた。ああ、私は茅森ルカ。茅森ルカ、聞いたことあるな。まさか下の字って月に歌って書かないよな。書く。え、もしかして歌めっちゃ上手かったりしないよな。それだけは自信ある。まさかシーズレジェンドってバンドにいなかった。いた。聞いてた。お前の音楽あたし聞いてた。シーズレジェンドのボーカル。よく見たら顔が本物。雰囲気違うから今気づいた。エモーショナルロックバンドシーズレジェンド、作詞作曲もこなすそのボーカルは年はもいかぬ女学生だった。メジャーデビューアルバムはその年の新人賞を総なめ、天才という言葉を欲しいままにした。だが翌年には突然の解散。文字通り伝説となった。解散理由はメンバー間の音楽性の不一致。最後だけ違う。収入格差。違う。男女関係のもつれ。違う。ヒント。諜報員なのに当てに行くなよ。知ってろよ。才能の枯渇。いいよ。知らなかったら諦めろよ。数打つなよ。ここまで出かかっているのに。そういうのいいから。そんなすごいやつと一緒だったとは。ビビるな。残る二人は。朝倉カレン、 FPS が得意なだけのゲーマー。東条司、ある組織に所属する諜報員よ。私は泉ゆき、それなりのハッカー。よし、これで仲良しだな。ノー！まだノー！え？自己紹介しただけ！お前の仲良しはハードルが高いな。お前が低いんだよ！このナービーってのかわいい。部屋に連れて行ってもいいかな？いいんじゃない？連れてこうぜ。可
愛いカレリンが可愛いナービーを抱いて寝る。これは燃える。正体不明生物と寝る気か。温厚で特に危険はないわ。だからといって決して存在には扱わないように。お前の口からは本当に新情報出てこないな。それも今さっき聞いたのを繰り返しただけだろ。あなたにもナービーあげたい。いらねえよ。しかもなんでちょっとチェルシーなんだよ。カレリンに強く当たるなよ。なんで朝倉の味方になってんだよ。可愛いから。それだけでかよ。ひでえ差別だな。なんやチヤホヤされて相変わらずやな。こんなところでもスター気取りか。注文したピザ届いたか。お前にはこいつがピザ屋に見えるのか。すごい目してるな。うちのこと忘れたとは言わせへんで。なんだ、かやもりの知り合いか。うん。おい諜報員、諜報。シーズレジェンドのローディーで主にギターを渡してた子。よう久しぶり。全然ちゃうわ。ヒント。知らないなら諦めろよ。ここまで出かかってるのに。お前もう十分馬脚表してるからな。ならヒントや。親切だな。東に天才ロッカー、西にはローディ。遠すぎるわ。関西から楽器渡しに行くか。諜報員は知らないんだからよっぽど無名なんだろ。どこの諜報員か知らんけど仕事サボっとんちゃうか。あなたね。なんや。このナービー目が綺麗。言い返せよ。屈辱的やけど自分で言うしかないようやな。かわいそうに。答えは西には天才サイキッカーや。うちは天才サイキッカーの相川めぐみや。そんなやついたか情報通。いや関西のことはちょっと。あと情報通じゃない、諜報員よ。お前情報通ですらないからな。知らないみたいだ。じゃあな。またんかい。なんだよ。うちが関西で天才サイキッカーやっとんのに似た感じの天才クールビューティー風のキャラで全国的にブレイクしよってからに。そのせいでうちの存在がどんだけかすんだ思っとんじゃ。ひどく興奮している様子だ。ここは落ち着かせる言葉を考えよう。ロッカー特有の？それは単にサイキック能力。それは単にサイキック能力の差だ。自分はロッカー使えんやろ。そうだね。だったら何の差だろうね。もともと関西出身チューンが不利なんや。関東生まれはええな。ますます興奮させてるじゃねえか。なんとかしろよ。デヘペリンか。なんだそれ、流行ってんのか。初めて口にした。今のなんなん。場を和ませる魔法の呪文。和むか。ここで太田が100年目直接対決や。うちのサイキック浴びせたんで。ふっ来いよ。待たれるがいい。なんやちびっこいの、邪魔すんなや。巻き添え黒瀬怪我しても知らんで。その勝負戦艦虎徹丸の元艦長、この国見たまに預けてはくれませんか。今度はコスプレか。キャラが豊富だな。どこからこんな空気を読まない子供が入ってきたのかしら。でも可愛い。この格好はその元乗組員に着せられているだけで正直恥ずかしいですけど。早うち帰りや。いえ、せめて虎徹丸の元艦長であった誇りを忘れず規律を正していきたいと思います。
私の記憶が確かなら、虎徹丸はコンピューターが動かしてたはず。それは、あまりに私の見た目が、その、幼稚だったため、そういう風に報じられていただけです。え、だったら、あのオホーツク海の惨劇の生き残り？はい！どういうことだ？私も聞きたい。諜報員なら知ってろよ。かつてキャンサーに対抗しようと、アメリカ軍を中心に連合艦隊が組織されたが、敗れ去ったという悲劇があってだな。虎徹丸はボロボロになりながらも、唯一帰還できた戦艦で、その艦長さんなんだと。へえ、ならよっぽど頭ええんやろな。演習率、答えてもらおうか。知らんとは言わせへんで、答えはこいつが知っとる。自分で答え合わせしろよ。人の脳を頼んなよ。いいですけど、永遠に終わらないですよ。 3.141592653589793238462643283255028。 待て、早い。はっ、わからんよ。早口で言うたが成功やっちゃな。早かったけど合ってる。どっちも天才か。では、2の平方根も答えておきましょうか。 1.414213567309504880168872069692069。 いや、それは私すら知らないから。うせや、こんなちびっこいのが、そない賢いんか。はい。ということは、ロリキャラだ。わーい。だとしてもお前が喜ぶべきポイントではないだろう。いや、あたしらこんなんだからさ、こういうちっちゃい子が一人いると安心すんじゃん。誰目線で言ってんだよ。というわけでよろしくな、ロリキャラ。違います、国見タマです。よろしくお願いします。タマってどう書くの？あ、カタカナですけど、あの、猫の名前みたいなんで、できれば、名字で呼んでください。あ、タマ艦長だ。お久しぶりでーす。頑張ってくださーい。うむ。ほら、タマって呼ばれてる。いえ、今のは、その、たまたまで。たまたまタマだった？そう、たまたまタマで、普段はタマではなく、タマ艦長で。でも、今は艦長じゃないんだろ？そうですけど。じゃあ、おタマさんって呼ぶ。艦長じゃなくなったから言い返せない。受け入れざるを得ない。いや、ずっとタマ艦長って呼ばれてたんなら、今さらだろう。変にちゃちゃ入れられてん。しらけたわ。この辺にしといたるわ。この辺も何も、文句言っただけで何もしてないからな。ちびっこいののおかげで命拾いしたな。次会うたら強烈なサイキックお見舞いしてるさかい。覚悟しときや。ああ。ちょっと、一人で考え事がある。各自部屋で待機って言ってたけど、ここで休んでから部屋行くよ。ちょっと、このままではさっきのは。ナービー、お部屋に連れ。豪華すぎる。他に回そう。いつかぜ。私の。よし、来い。うせやん。もしかして、うん、部
部屋の前に情報員のくせにぼーっとついて入ってくんなよ。つぶさに見ておけよ。だから挨拶に参ったのですけど。うのやろうぜ。そんなの持ち込んでたのかよ。それより先にやるべきことあったはずだろ。ないよ。ドロー2ワイルドドロー。ああ、チャレンジ。あったわ、思い出せ。なんだよ、ケンケンうるさいやつだな。お前私のファンだったんじゃねえの。そうだった。だがそんなやつだとは思ってもみなかった。うちのファンになるとええで。ファンを大事にするんで有名や。眠れん夜も催眠術で気持ちようおねんねさせたるわ。その後も何かされそうで怖いわ。いやいや、かやもり、各自備品を確認しろって言われてたろ。なんだよ備品って。靴下とかブラとかパンツとかか。そうだよ、そういうのも込みでだよ。なんでちょっと変態チックなんだよ。このポーチは何かしら。全員に一つずつあるみたいだけど。水と携帯食料だな。今食おっと。食っちゃダメ、それも備品だから。へー、なくなりゃまた支給されるだろ。なんでなくなったか説明できないだろ。腹減ったから食いましたって言う気か。絶対怒られるぞ。わかったよ。ほら、みんな足りないものがないか確かめろ。はい、そうしましょう。靴下、ブラ、パンツ OK と。だからなんで変態チックなんだよ。何があればええんかもようわからんわ。そっちはバカか。これはここに。何しれと設置してんだよ。え？スピーカー。は？モバイルスピーカーの中じゃこいつがピカイチなんだ。どんな場所でもこれ一つでモッシュにダイブにランチキパーティー会場と貸す。貸させるな！流す音楽選べ！じゃない。この6人の中でツッコミが私一人だけって。精神が持つのか、ものすごい不安になってきた。え？私がいるじゃないですか。いやいや、え？ボケの自覚ないのか。いやいやいや、いや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 、お前ら何いやいや合戦やってるんだ。もう確認は終わったのか。本日入隊をされた皆様はカフェテリアにお集まりください。夕飯の用意ができています。おっと、もうそんな時間か。食べに行くか。うのやってただけだろ。うまいもん食えるといいけどな。これでも軍事施設よ。期待しない方がいいわ。病院食よりはマシな程度ね。覚悟しておきなさい。うおー、バイキングじゃん。豪勢。すごい美味しそう。めっちゃ簡単やんけ。東條、お前が意味があることを言う日は来るのか。欲しかった。どこがだよ、全然だよ。すげえごちそうだよ。おいおい、これとこれ足したら。ハンバーグカレーになるぞ。すげえテンション上がる。はっ、ノータリンなんは相変わらずやな。あん、自分の愚かさに気づいてへんアホに教えたるわ。なんだよ。ええか、バイキングでカレーはお腹をいっぱいにするためのトラップやで。そんな、そこまでショック受けるなよ。麺類もそうや。次、カルボナーラ食おうとしてたよ。そんなん相手の思うつぼやで。その相手って誰だよ。私らは何と戦ってんだよ。最初はな、こうやって一つの料理につき一口分だけを持ってくんや。こんな風に。この盛り付けを見たらな、店側は真っ青や。
ここ店じゃないからな。何？この軽さにこだわった生地と濃厚なクリームのハーモニー。いきなりロールケーキ食ってんのかよ。これ晩飯だからな。この煮しめ、しっかり味がしゅんでる。今度はいきなり実家っぽいよ。それとお前もやっぱボケだからな、自覚しろ。なんだってあるじゃないか。もしかして私らすげえ特待生なんじゃ。この不自然なまでの歓待ぶり、裏があるとは思わないの？私売れっ子ロッカーだったし。なら相応のもてなしね。いただきましょう。不思議に思え、疑い続けろ一般人か！と叫び散らしてる泉だって、さっきから腹の虫が鳴ってんの聞こえてんだぜ。うん、私の耳は特別なのさ。そりゃ腹が減っては戦はできねえだからな。私だって食べるよ。私が選んでやるよ。これとこれとこれとこれ合わせてみろよ。特製うなのり弁当になるぞ。それなら普通にうなぎ弁当を食いたいよ。白身魚のフライいらないだ。フライも食べた。うなぎだけを頼む。その時の彼女たちは知る由もなかった。ん？なんかナレーションが聞こえたような。しかも超不吉な。誰が言ったんだ？カレリン？うん。じゃあ諜報員？違うわ。おたまさん驚かすなよ。あんな声出るのかよ。違います。じゃあ誰だって言うんだよ。今の声が誰のものでもないなら、一つだけ可能性が思いつくわ。なんだよ。もう一人の招かれざる客人。なんだってんだよ。座敷わらし。妖怪の存在を信じるな諜報員。他に何が考えられるの？とりあえず妖怪は考えられないから。ならお手上げ。全く見当もつかないわ。ほんと使えないな。このナビが喋ったとかは？そんな人間のような発生器官があるように見えるか？ないか。お話できたらいいのにね。なあ。ん？あ、後を追ってみよう。おや、お前は確か茅森とか言ったか。尾行ついでに研究棟の中までつけてくるとは、よほど気に入られたものだな。私は樋口聖花、セラフを研究している。そしてここはその最前線となっている科学技術研究所だ。近いうちお前らは私の手のひらで踊ることになる。何？研究の内容が知りたい？いいだろう。隠すようなもんでもないしな。凡人にもわかるように言うと、スパコンによるセラフマッチングシステムだよ。そこの検査台に立って目を閉じて深く息を吸う。お前はすでに会ったことがあるやつもいるだろう。意識の根底に眠っているだけ。さあ思い出せ。深く息を吐きながら思い出せ。ただ忘れているだけ。そうだ、思い出せ。Thank you.
どうだ、電子軍人手帳でも暇な時に。風呂も温泉みたいで最高じゃん。コーヒー牛乳まであるし完璧ね。風呂上がりだと暑い。ならそんな重ね着しまくってるマント脱げよ。それは違うと思います。何がだよ、きっと私が言ってることの方が合ってるよ。おかしい。なんだよ。ねえ、みんなもおかしいと思わない？思わない？なら気のせいね。自分の直感を信じ。え、そうだ。いえ、大したことじゃなかったわ。まあ実際大したことないんだろうけどさ。そうだ、大したことじゃないだろうけど、ここに来て一度も。あれ、すっごい重要な疑問だった。そもそも軍なのよ。どうしてみんな揃って女性なの？そんなん簡単な話。なんだよ。うちらの才能が。なるほど、私たちも捨てたもんじゃないわね。腑に落ちるな。誰も気づいていない諜報員っぽい疑問を呈して。そこ、じゃあどうしてだって言うんだよ、ユッキー。なんだよ、そのユッキーって。イスミユキなんだろ？ニックネームってことか。そう、私のことはルカで。は？なんだよ、私らとも。最初に話しかけてきたのはそっちじゃねえか。話を戻して。お前に言われるとは思わなかった。ひどく哀れな気分だ。どうして女子しかいないかって？男子宿舎と分かれているだけなのでは？入隊日すら男子と分けられてるっていうの？そういや、あの場にも男子はいなかったな。米軍ではずっと昔から同じよ。分けることの方がセクシャルアサルトとなり批判の的となるわ。果たして世界が許すかしら。今のお前すごく諜報員っぽいよ。それを維持し続けろよ。じゃあ何だって言うんだよ。考えられる可能性が一つだけある。それだ、来いよ、確信ついて来いよ。私たち6人はアイドル的に地球を守る的な。やっぱりアホだった。その可能性だけはあれへんわ。うちは黙っとったら美少女やけど、そっちのロッカーさんは首の下から足の先までど田舎の芋娘丸出しやで。顔がイケてんのは認めるんだな。まあ明日から訓練も始まるんだし、隙見て教官にでも聞いてみたらわかるだろう。そんな簡単に口は割らないと思うけどな。寝るのも6人でか。同じ天井見上げてさ、修学旅行みたいだな。ふん、恋バナでもするんか。そんな思い出あったっけかな。すごく遠くに感じる。こんな時代だものね。ずっと一人で寝ていたから、こんなの初めてです。お前帽子かぶったまま寝るのか。それは体の一部で外れないのか。起きてもかぶってたら奇跡だと褒めたたえたいくらいだ。あ、いいこと思いついた。ナービー枕にしたらめっちゃ寝心地いいんじゃね。ダメ。
ちょっとぐらいいいじゃんよ。存在に扱うなって言われてたろ。それに朝めっちゃ早いんだから、おとなしく寝ろよ。はいはい。ふぅ、やれやれな一日だったな。朝目覚めるたびに一人ずつ消えている。そんなゲームがこれから始まる。え、そんなゲームが始まるの？ユッキー、お前が一番うるさいからな。いい加減寝ろよ。今のセリフ聞いてよく平然と寝られるな。みんな寝てるし、誰かの寝言だろ。いろんな意味で怖い。何が始まるんだよこれから一体。